どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。吉井光です。ということで。完全に、ガスがなくなってしまってからの、ストーリーっていうか、積んだかなと思ったら、実はここに、あったんですね、ガスが。扉がロックされてよかった。迂回しよう。慎重に進め。お互いにカバー。オッケーオッケー。すまないけど。チンタしてるとガスなくなるから進もうかな。小さなお友達がいたぞ。かかってきやがれこの野郎。こっちだ。完全見学。弾もね、あの箱からいっぱいもらったかと思う。下がりまーす。まだ足りないか。もっと食らいやがれ。すごい笑ってる。何が楽しいのかさっぱりわからない。くそったれー、そったれー。ちょっと待ってる。はい、お疲れ様でした。バイバイできた。大した弾無限だから。いいね。味方いると素晴らしいね。まあ、出てくるっけ。もう情けだけど。よし、エレベーターだ。まだ動くといいが。じゃね、メトロの民たちよ、お前たちをずっと待っていたぞ。我々はお前たちが見えない監視者と呼んでいる存在だ。お前たちの命運もここまでだ。我々の怒りを思い知れ。エレベーターふざけるんじゃねえ。大佐、スピーカーを起動しました。エレベーターの配電盤から信号を受信中。スイッチを入れます。乗りましょう。見えない監視者、こんな状況でそんなデタラメよく信じられるな。いや、怖かったです、それ。何と思った。大佐、原子炉がある部屋へ向かってください。制御室の左、中央部にメインの原子炉があります。エレベーターで地下に降り、そこからは階段を登らないといけません。大きなレバーで配電盤を起動してください。その後、指示を出します。なんてこった。くそったれ。すればいいんだ。ウラジミール、お前に見えていないんだが、準備をしろ。アルジョブ、結局なんだかんだガスがやばい。そういうことになるぞ。床のあれには毒があるに違いない。そしてお次はガスだ。あまり長くはいられん。そうなんです、ガスも持たないんです。やばい。どうだ、お前にできるな。いいぞ、壁を赤く染めてやれ。ちょっと待って。よかった、ガスだ。痛い。ガス大切。もう最近弾よりガスだね。めっちゃガスある。
バンカーに急ごう。この光景は吐き気がする。しましょう。鍵閉まってます。大丈夫。レバーはどこだ。これか。思った通りだ。システムは自動化されています。コマンドを入力するだけでいい。おいおい、簡単に言うんじゃない。こんな羽目になるとは考えてなかった。原子の起動装置1234は簡単そうだ。バカでも使えるように作ったんだろう。成功を祈ってみよう。はい、ということでね、ちょっと電話がかかってきたので、一時、停止をしてね、編集してまた繋げたいと思います。で、25% まで稼働、フルパワーになるまで続けてください。くそ、仕方ない。他に手がないんだ。行くぞ、2番のスイッチだ。一体あれは何だ。反撃してきやがる。状況が次第に悪化していくぞ。割れるんじゃないのこれ。手動起動システムだと。クソ。アルチョブ、はい、耳を疑うと思うがやってほしいことがある。天井のクレーンが見えるか。機械室に行け。補足機能を持つあの予備起動システムを使えばロッドを持ち上げられるはずだ。私が敵を引きつけている隙にあそこに行きましょう。じゃあ行くぞ。今しかない。ほんと耳を疑うことだ。ああ、あんなの無視してればいいんじゃねえかなって思って。あ、違う。ああ、え、何これ、ね、違うって。
除去中。アルチョムと私はオスタンキノに向かい狙いを定める。ウラジミール、お前はここに残れ。見込みがあるかわからんが、仲間に連絡を取って島周辺に応援を要請しろ。後で連絡を入れる。問題ないか。よし、アルチョム行くぞ。今後アルチョム、誘導システムを持っていけ。ホールを目指しトンネルを上がっていった。オスタンキのテレビ塔はもう近い。極寒の路上で他のレンジャーと合流した。物語の最初に登場したあのチミドロの激戦を戦うために。はい、ということでね、本日はこれにて終了させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。そろそろね、もう佳境な気がしてならないんだけど、頑張りたいと思います。ではまたね。